久保今回ね兵頭会長まああの会議に出てくる兵道会長の、えー、兵の兵にします強者兵、うん、これにしようかなと思うんですけど核シェルターね兵道会長が一番核シェルターにこだわってましたからあれあれだからすごいですよね だから兵道会長っていうのは久保さんの話にリンクさせるんだったら一番、うん、生きるために何が必要なのかをめちゃくちゃ考えてる人なんじゃないかなと思いますね。うん、そうまあお金について核シェルターが一番最強だみたいなね。なんかその兵道会長がその部下にね「金持ちの定義は何だ」と。「金持ちは何なんだと」 でその黒服たちに言ってて1億円持ってることですかバカ野郎みたいなねそんなの使えばなくなるみたいなね金持ちの定義は何だみたいなね核シェルターだみたいなね <laughs> あれ結構良かったです核シェルターだと核シェルターを持ってればフレフスみんながフレフスみたいなね逆に持ってないやつはどの子のみたいなねまあでもねまあ すごく的を得てているなっていう。だからそのえっ、ー、と沼沼沼を作ったねあの沼を作った名前なんだっけなあの怪獣沼敵あのあれあいつですよえー、っとこのえー、っとこいつはねあの兵藤会長ね まあ、すごくあのまとえてるみたいな確かにムカつく野郎だけどまとえてるみたいなねそうそうこれ出てこないな誰だか黒崎だったかな黒崎じゃないかちょっとあ名前出てこないですけどうん表情 あ一条だ。一条が出てこなかったですね。一条出てこなかった。一条が言うわけですよ。こいつは昔けど、なんか、まと、会長の言うことはまとえてるっていうね。うんそう,そうやっぱね、会寺ってすごいですよね。僕は会寺すごく好きなんですけど、いろんな学びがあるな。しかもその学びっていうのが敵人、敵人からの学びですね。<laughs> 何なんでしょうね。いってらっしゃい。